アメリカ原子力空母ロナルド・レーガンがフィリピン海で、中国の台湾海峡での大規模軍事演習の不測事態に備え現在、展開しているとの情報をキャッチしました。今回は、このアメリカ原子力空母ロナルド・レーガンのフィリピン海での展開を詳しく紐解いていきますね。中国の台湾海峡での軍事演習は、一線を徐々に越えてきています。日本も、台湾有事は、日本有事と同じです。尖閣も同時に来るな。アメリカのペロシ下院議長が台湾を訪問したことに端を発し、中国軍は台湾の周辺の空海域6カ所において軍事演習を行うと宣言。2022年8月4日からこの宣言通りに艦艇、航空機、各種のミサイルを使用してそれを実行した。日本でもこの中国軍の軍事演習が大きく報じられたのは、その初日にあたった4日、初めて中国軍のミサイルの一部が日本の排他的経済水域に5発も落下したことが要因だといえ、北朝鮮並みの暴挙に中国が出たと感じられたゆえだろう。幸いに、この中国軍のミサイル発射は、その4日の5発のみでその後は行われなかった模様だが、いかに排他的経済水域にミサイルを落下させようと、それが、すぐに、国際法に違反しているとは言えないものの、対話の通じない国であることを再確認させられた。中国は今や経済、軍事大国であり、これまで、北朝鮮のように、こうした行為を平然と行うほどの判断を下す可能性は、低いと見る向きも少なくはなかったが、そのような見方は、見事に裏切られたと言って過言ではないだろう。こうした状況下、アメリカはといえば、ミニッツ級の大型原子力航空母艦である、ロナルド・レーガンらの空母打撃群をフィリピン海に派遣しており、この目的は、中国軍の軍事演習の情報収集に努めることだと推察された。ロナルド・レーガンは、ミニッツ級の9番艦であり、2015年から、同6番艦のジョージ・ワシントンに変えて、日本の横須賀を母港として配備されており、今のアメリカ海軍で、唯一、海外の港を母港とする航空母艦である。このため、ロナルド・レーガンは、アメリカ海軍の太平洋艦隊の第7艦隊の中でも、中核の戦力を構成する艦艇であり、アジアにおける、アメリカ海軍の威容を象徴するものとして、最も注視されている航空母艦ということになる。また、アメリカ海軍では、アメリカ級強襲揚陸艦の2番艦であるトリポリも、8月1日には、すでに沖縄の南の海上に派遣し待機させており、ペロシ下院議長の台湾訪問での万が一の不測の事態に備えていたと言われている。こうした中で、8月4日に中国軍のミサイルの一部が日本の排他的経済水域に5発落下する事態が発生し、この時放たれたミサイルは4発が台湾上空を通過してその東側の海上に落下したとみられ、アメリカも引き続き監視を行うことを表明した。日本では今回の中国軍の軍事演習に関し、こうした日本の排他的経済水域に5発ものミサイルが落下したことや、アメリカ海軍のロナルド・レーガンやトリポリがその動向を探る目的で派遣されていると報じられている。一方で中国側では、中国政府や中国軍とは別に一応民間の人物らがその状況を SNS 等のインターネット上で解説しており、アメリカのペロシ下院議長の台湾訪問自体を物理的に妨害するなどの手法を提示し、注目を集めていた。そこでは、ペロシ下院議長の搭乗したアメリカの軍用機に対し、中国空軍の航空機で進路を妨害して、台湾への着陸を阻止することや、これに従わない場合、
対空ミサイルで撃墜すべきだとする強硬論が声高に喧伝されていたという。そうした主張が中国の SNS 等のインターネット上にあふれていたという点だけ見ても、自国の政策に都合の悪い意見はすぐに規制することが可能な中国において、半ば意図的に中国政府がそれらの意見を放置したことは明白だろう。しかしこうした強硬論は多くの中国国民にアメリカに屈しない強い中国という期待感を抱かせ、ペロシ下院議長の搭乗した軍用機が何事もなく台湾に着陸してしまった際には大きな批判と失望の声が巻き起こった。要は、間接的に中国政府が自国民の反米感情を盛り上げようと、ペロシ下院議長の台湾訪問の物理的阻止などという、出来もしない行動を煽った末の情けない結末だったわけだが、これが過ぎた後にも、さらなる沈説が代わりに登場している。それは、中国軍が放ったミサイルによってフィリピン海に展開して動向を監視中とされたアメリカ海軍の航空母艦ロナルド・レーガンがその脅威から逃れるべく遥か遠い海上に退避したと主張するものだった。無論こうした言説は何の根拠も伴わない、いわば言ったもの勝ち的な意見に過ぎないわけだが、中国人にとってアメリカを軍事的に譲歩させたという主張は、ことの外多くの人々の金銭に触れる意見であり、一方的に盛り上がっている。これは、かつての第三次台湾海峡危機と呼ばれた際の1996年、アメリカ海軍が台湾海峡に差し向けた2つの空母打撃群の接近に、当時の中国は抗う術がなく、台湾に向けた挑発行動を停止せざるを得なかった過去が尾を引いているのだろう。ここから中国は自国でも航空母艦を保有することを決意し、実際に遼寧、山東と来て、この2022年には福建を浸水させ、今回の演習でも使用したディフェンダー15等のミサイルを多数配備し、台湾海峡に対する軍事力の強化を進めてきた。そうした経緯を鑑みれば、今や経済的、軍事まとも大国になったと自負している中国人にとって、かつてのようにアメリカの軍事力に台湾海峡で対峙できない状況は決して容認できず、事実か否かは別として自国の優位を主張したい願望に満ちている。結局、今回の中国の軍事演習に関しては、何ら具体的な形では、アメリカへの威圧という中国の目標は達成されていないにもかかわらず、中国の国民が留飲を下げるであろう無意味な言説が氾濫して、自国内だけの愉悦に浸っている感は拭えない。しかし、今回の軍事演習は、8月4日から7日までの日程、スケジュールで実施されると、中国は発表していたが、8日になって、さらに軍事演習を続行する旨を表明し、すでに、8日も、台湾周辺海域で、これを行ったと言い出した。そして、8日の軍事演習の内容は、敵の潜水艦に対する、対潜哨戒戦闘や水上戦闘艦に対するものだと述べており、これを受けて、中国のインターネット上等に、どのような意見が噴出してくるのかにも、まだまだ注目する必要がありそうだ。今回は、中国側は、軍事演習の終了期日を表明しておらず、台湾はもちろんのこと、アメリカにも、今以上の、軍事的な圧力をかける算段だと思われ、強硬な姿勢を示すことで、さらに国内の世論も含めて譲歩しない中国を演出する意図があるのだろう。ただし、中国のインターネット上の言説を単に他山の石と考えるべきではなく、
日本でも2020年のアメリカ大統領選挙、新型コロナウイルス、今はロシア・ウクライナ戦争等への陰謀論が後を絶たないことには留意が必要であろう。ロシア・ウクライナ戦争をめぐる荒唐無稽な陰謀論は論じるにすら値しないとはいえ、ウクライナを支援する側であることにやぶかさではないが、多連装ロケットのハイマースや M270 が供与されたことでの楽観視も同じく危険だ。少なくとも東部地域をはじめ、今でもロシア軍はじわじわと侵食を続けており、ウクライナ側は防戦の域からは脱しておらず、誠に不本意ではあるが、このままの状態が続いていく可能性も少なからずあるように見える。ここでの焦点は、西側諸国が供与する兵器がロシア軍に致命的な打撃を与えられるか否かであり、それはそのまま対中国軍に対する日本の兵器の有用性の判断にも直結するということを意味していると思えるためである。